ゲームチャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、ももがです。トラックの音がしない隔離地域か。銃声も爆発の音も聞こえてこない。お姉ちゃんは隔離地域避けてた。音が嫌だったのかも。被害妄想がひどくなって真夜中に突然叫び出したりすることもあった。大変だね。すぐ逃げられるようにいつも荷物まとめてた。数週間経ったら別の場所に移動で、本当うんざり。さあ今日も続き頑張ってやっていきましょう。使えそうなものは。ガソリンをね求めて ね裁判所に行かなくてはいけないんですね。銀行に物資があるって、見に行ってみようか。なるほど、銀行にも行くって感じですね。今は家って呼べる場所がある。ジャクソンに着いた時人が多すぎてびっくりしたな。食べ物の量にびっくり。最初の週はひたすら、ね、裁判所見つけた。それ本当？ほらあの上の文字見て、うん、ビールに裁判所って書いてある。私は見つけていた。へえ、さすが名探偵でしょ。地図に書いといて。はい。さあこれはどうやって開くのか。開かないか。うん、他当たろう。正面からは無理ですね。わあ、声が聞こえる。聞こえた。感染者裁判所にいるね。嫌な予感しかしないんだけど、先に分かっただけラッキー。この電線は使わないよね、まさかね。あ、ありましたね、入れそうなところ。持ち上げて、よいしょ。シーって言ってるのに扉めっちゃ音立てて閉まってるけどね。よいしょ。っていうかこのなんかぐじゅぐじゅの顔に手やるのも怖いけどね。口を押さえてるのかなと思ったら目を隠してるんですかね。さあ一匹ずつやってマイティーナに任せた。よし、ナイス。大丈夫？なんかピクピクしてるけど大丈夫？ああよかったよかった。おしまい。そのはず。うちら最強。ガソリン探そう。さあガソリンはどこかな。この奥怪しいですね。ね、手伝って。今行く。押して、よいしょ。入れましたね。裁判所って行ったことある？ない。ボストンで全く問題を起こさなかったわけ？そりゃもちろん起こしたよ。でも裁判所には行かずじまい。お、なんかありますね、メモが。何それ？古い指示書。お、暗証番号が書いてありますね。え、こっちにも書いてあんじゃん。これ使えるかもね。いただきます。内容は？こいつはフェドラの司令官だったって。ああ、ウルフにやられそうになって逃げようとしてたみたい。人数なんて関係ないよ。警戒しないと。慎重第一。ジェシーみたい。
金庫を探しましょう。金庫あった。こんなに暗証番号を開示していいんですかね。もう取ってくださいと言わんばかりの。ゲット。よし、さああとはガソリンだけかな。駐車場燃料があるんでしょ。メモの通りならね。じゃあそこ目指そう。地下にはどうやって行くんですかね。階段じゃなくてこの、これはエレベーターを使うのかな。気をつけて。オッケー、よし。おい、なんか今の振動でこのエレベーターがあのロープが切れてね、あのザーンっつって落ちちゃうっていうのよく映画でありますよね。よし、さあ通ってもらって、ている。よし、次々撃ってこう。一匹ずつやりたいけど、あ、やばいやばい。よし、いけ。さあ一匹ずつ、ナイスナイス。 よし、あ、全然当たんない。よいしょ、ちょっと、ああ、ちょっと弾を、あ、早く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 、やばい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 、ディーナが、あ、襲われてる襲われてる、早く補充して早く補充して、よし、もう一発、よし、ナイス。さあ、次はどこかな。わあ、音聞こえるな。痛い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 、ナイス。はい、よし、もう一発、おー、ナイス。上降ってきた。やばい、弾がないですね。ちょっとこれは一発ずつ大事にしたい。めっちゃ無駄打ちしてるやん。羨ましいぜ。音が、これはどうしようかな。銃でいくか。いける、やばい、もう一発、よし、ナイス。音がなんか聞こえなくなった。オッケー。びっくりした。いや、こっちだよ、びっくりしたの。ガレージから出ることすらできなかったんだ。確かにかわいそう。お、燃料見つけましたね。さあガソリンをゲットしましょう。それで、待って、ついにガソリンゲット、ゲット。浮いてきた。いいですね。ちょっとやめてよ。いいんですか、そんな少なくて。足ります。それじゃぶっころゲートに戻る。はい、で戻りましょう。出口どこにあるわけ。この表情めっちゃ可愛い。この拗ねてる感じいいですね。お、これを引くのかな。でいいな。よいしょ、くぐって。はい、急がないとね、これ重いからね。はい、よし、いいよ、離して。さすが、どうも。わあ、キラリ目の前にいる。ゲートに戻ろう。なんて優秀な子なんでしょう。アビーたち見つからないかもしれないし、使えそうなものとか集めておいた方がいいかもね。言えてる。確かに。気分は平気？ホームシックは？この中とかになんかアイテムありそうですね。まあ同じ。屋根のあるとこに行きたい。私ね、農場を持ちたいなってずっと夢見てるんだ。ジャクソンの郊外で。何かないかな。なんとなく。あ、広い空間に憧れてて。と、寂しそう。このガラスを。一人ぼっちならね。割って失礼します。羊を育てたり。牛の乳搾りとかするんだ。ちょっとからかってる。うん、実際それいいなって。本当？本当。
やっぱセレベナで合流ですね。ジョエル、コーヒー好きだってよね。めちゃくちゃ持ち物半分と交換してでも欲しがるくらい。意味不明。焦げたうんちの味なのに。だよね、焦げたうんちの味。大人の味だな。面白い表現だな。またトレーディングカードがありますね。なんか昔こういうカード出すってめっちゃ流行ってましたけど、今売ってるんですかね。なんか昔は駄菓子屋さんとかお菓子屋さんとかで売っている感じでしたけどね。今全然お菓子屋さんと駄菓子屋さんがないですからね。なんかポテトチップスの後ろについてるカードとかとまたねちょっと違いますもんね、カード出すってね。うん、マンダラケとかにね売ってるのを見たことありますけどね。あ、マンダラケって知らない人もいるか。うん、びっくりした。ちょっと突然現れないでよ。ああ、うわ、なんだよディーナかい。敵よりもびっくりしたわ。ああ、びっくりした。お、またなんか発見した。バルコスって書いてある。何の鍵だろう。さあね、覚えとこう。調べてみようか。もう何もなさそうだね。よし、じゃあ次はここだ。ここは何ですかね。ちょっと地図で確認してみましょうかね。このハテナで光ってるとこですね。ここは？これ楽器屋さんじゃない？あ、楽器屋さんか。壊れてなかったら最高だったのに。ね、いっぱいレコードある。レコードね、聞くこの機械があればね。レコードだらけだね。スリークハビット。シックハビットだよ。近いでしょ？ん？まあしょうがないよね。一緒に聴いても100回程度だし。お、ギターだ。おー、私もね一回ギターやろうとしたんですけどね、手がねちっちゃすぎてね、コードがねこうちゃんとね抑えられなくて諦めましたね。いやー、弾ける女子羨ましい。だからなんかあれですよね、 F コードと C コードをこう抑えるのがね難しいんですよね。何やってんのっていう感じは確かにありますけど、ひとときの休息ですね。このアコースティックギターの音いいですよね。これはエリーの作詞作曲の曲なのかな。今のは別に。うん、別にっていう割にはいい曲。焚き火した夜覚えてる？ええ。
say I'm odds and ends, but I'll be stumbling away slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take皆さんこの曲知ってます？アーハーっていうグループの曲なんですけど、したかった、だいぶ昔の曲ですね。私もなんかそのグループを直接見たりとかしてるわけじゃなくて、母親がこのグループすっごい好きで、聞いて、小さい時からなんかわけもわからずこの曲聴かされてたんですよね。懐かしい。うわ、今のなんていうか面白いリズム。ちょっとひどっ、私天才なのに。なんかこの辺のドラムとか叩けたりするのかな。そうですね、もういい。あんまりでも緑色だからメンバーより、ね、触りたくないけどこのドラムとか叩けはしないと、うん、年がら年中メンバーを追っかけてる熱狂的なファンのこと。それって今私がしてることでしょ。さっきのギターはあれですね、まあ、ちゃんとケースに入ってたから弾けたんだな。さあ出ましょう。もう何もなさそうだね。うん、さっき見つけた鍵をあここで使えますね。さあここからまた創作ですね。それじゃあ何があるか見てみよう。次回に続く。ポチッと押すだけでいいんです。登録者数が増えると私のモチベーションも上がるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。